アントラーズに加入して、どう、チームの印象は。やっぱチームの雰囲気としてはめちゃくちゃ新いい加よ入ね。としてはありがたいというか、本当に受け入れてる、もらっている感じして、本当にやりやすくできていますね。まあ、常はね、去年もまあそうですね、はい。やってるから、より他の人より入りやすいっていうか、そうですね、はい。ね、そ知っれてるはあ人るが多と思いう。もん。はい。自分も溶け込みやすいっていうか、そういうなんか雰囲気をこう作ってくれてるのが本当にありがたいなっていうふうに思いますね。もう本当にみんな喋りかけてくれるし、まあ、それこそ後輩がこういじっ絡んてできくれてくれるんで まあちょっと美味しい部分もありますけど。しかも、あれだよね、22でしょ、今。結構、なんていうの、近い世代多いよね。そうですね。まあ、下からも行きやすいだろうし。そうですね。変わってる選手はいる？どう？この人。誰だ？まあ、その、なんていうの、サッカー時じゃなくてもいいし、サッカー中でもいいし、いる？まあ、後でちょっとなんか言われるかもわかんないけど、見てる怖い人に。な。まあ、去年入って思ったのは、まあ、小泉慶さんは、まあ、怖おもてな感じっていうイメージがあったので、見た最目は初、ね、ちょっと見怖たいも目、んね。だけど本当めちゃくちゃ優しくて、びっくりしましたね、それは。文句を聞いたことないですね、そうだ練ね。習何中での。も、イエスって多分言うよね。そうです。先輩から言えば絶対イエス、すごいいいやつだし、面白いし、みんなにも愛されてる。そうです。まあ、はやは、どう？K さんはギャップっすよね。あとは誰かな。イクマとか？仲いいじゃん。まあ、でも変めちゃくちゃビビってたじゃん。ちょ、イ聞いクてくマださい、に。これ。俺が、ほんと入寮して、2日目ぐらいに会ったんですよ、いいかなと。で、ちょうど食堂で話してるときに、もうなんか、立場逆転してて、いつの間にか。敬語使ってた？もうなんか、俺が、はい、みたいな。あ、すいません、みたいな感じで。で、しかもなんか、結構怖いじゃないですか、まあ、い見くたま目のは雰囲気が。ね。おかしいな、俺、に2つ下だよなって思って。髪型もね、そうこう、ですやっね。てなってたね。いかでついしもうね。怖くて、なんか俺が従ビビっってちゃったてね。るみたいな感じになってましたけど、まあ今はすごいもう楽しく今も怪やっしてくまない？す。いや、今は 大ちょっ丈と取り戻してき夫？取りた戻かしな。た。トントン、トトントンンだっぐて、らトいでントン。す。でも、同じぐらいで同す。じぐらい。2個下でトントン。2個下とトントンです。ユージさんは、変わってると思う人？いや、やっぱ土井先輩は変わってるんじゃない？ ってみんな言いますね、多分。そうなんだ。変わってる。悪い変わってるじゃない。違いますね。なんか、なんだろう。土井ワールドっていうか、なんか、ある。まあなんか、わかる？去年感じままあしでたも、ね。わかるよね。なんかさ、早もさ、よくいじられてるじゃん、名前で。朝とかさ、おはよう、遅川とか。この間すごかったんですよ。なんか、俺がケアしてて、で、もう、翔馬くんがこう、交代浴みたいなしてて、その時に、なんか、急に、遅川みたいに言われて、これ俺に話しかけてんのかなみたいな。全然わかんなくて、あ、早川ですね。って一応答えたんですけど、そこから一応返信なくて。翔馬くんね、自分がもう言えれいば満足だから。や、本当に面白面い白いかな。ね。風呂場とかでもなんか本びっく当、りしました。自分で作った本当、わけわかんない歌とか 歌ってるから。じゃあ次は、私生活の質問をしたいと思います。趣味はある？二趣味探してます。本当にこっち来て、時間もちょっ人。とあっ話ね。て、まあ、自然に触れたいなって思ってます。ちょっと自然と触れキるャンプとか。キャンプとか、ちょっと釣りとか、ああ、釣りね。やったことないんで、ちょっとまあやってみた鹿い島なにはと。ね、いっぱいいるんで。でも、は キャ思ンプいまといえすばね。もう、ワンもいるし、K とか、釣りだったら、ヤスさんいるし、そういう、多趣味の人多いかそうら、ですね。一緒にね。趣味、探してます。過ご俺しやすもい。釣りやってみたいなって思います。ええなんかいろいろー。いいそうな、なんだ寮よ。でいろいろやってみ話してたいるね。と結構、楽しそう。そうっすね。夕日寮の、目の前に池あるじゃないですか。鯉だっけ？鯉。あれ、ほんといるんですか？いるって聞いてるけど。あれ、俺も結構見てるんですよ。それ聞いてから。西今は大悟いる。さんが、ああ、そうっすね。なんか釣ってきたかなんああ、かで。それを入れてるんですよ。それ、いつも見てるんですけど。あん見ま、たことない見たことない。なん か、伝説の魚みたいになってる。いつも見そもてそるんもですなんけかど。もうでめっもちゃなんか緑だもんね。冬だから今出てないみたいな。
夏になったら出てくる。どこにいんの？なんかこんなでかいの出るらしいですよ。じゃああれだね。あの寮の七不思議って。そうですね。見つけます。本当になんか、うん、誰だっけな、なんか写真見せてもらったんですよ。うん、なんかこんなでかいさが、うん、こうやって持ってるし。俺もちなみに見たことはない。あ、見たことないですか。一年間いたけど。じゃあ見つけよう。俺趣味、これってのは正直ないっすね。まあだからキャンプはそれこそちょっと興味は。なんか自然、よくね、はい、あの、いいですね、火でさ、こう温まって、なんか語るみたいな。はい、語りたいですよね。リュウジさんと。なんか明治の話だったら多分。そうですね。山ほどあるよね。いけますね。3日ぐらいは話せます。今年やりたいね、だから。まあ、この3人でもいいし、他にもいっぱいいるから。はい。まあみんな。聞かれることかもわかんないけど、初任給で買ったもの、うん、買いたいと思ってるもの、あやさん、たかな？あやさん、ちょっと早いから、噂では聞いてるけど、ここは早いから、どうせいつきっすよね。最近いつきと絡んでるからめっちゃ言われますけど、もう買った？まあでもやっぱちょっと鹿島は車がやっぱないと、まあそうね、きついんで、うんうん、でみんなにずっと乗せてもらってるのもなんか。申し訳ないし、まあまあまあ、最初は仕方ないけどね、うん、まあ車は絶対必要だよね、なんでまあちょっとそれも車も買おうっていうふうに思ってます、うん、まあそれはみんな買うもんだからね、はい、うん、自分ちょっと服とか好きです、うん、好きなんだファッション系ね、そうっすね、うん、ファッションリーダー欲張りだね欲張り欲張りなんですね欲張りだね敬語一番に買ったものはスチーマーえあれあ、寮に置く。はい。え、あの、あれ。スチーマ顔苦手です。美顔器みたいな。あ、そっち美顔器じゃない方がスチーマ。スチーマ、はい、ちょっと肌荒れが。なんか。乾燥肌なんで、乾燥肌なんで気になって、うん、で、それが一番最初に買いましたね。めっちゃおもろいですよ。何 ?3 日、練習3日ぐらい、3日目ぐらいで、うん、めちゃくちゃ風強い日あったんですよ。うん、晴れてて、うん、その時、なんか走ってて顔痛いとか言い出して。でも、わかるよ。汗とかでさ、はいはいはい、もう乾いてちょっとヒリヒリしたりする時もあるよね。はい、もうしないです。もうしない。はい。それで、なんか一緒に買いに行こうって言って、付き合わされました。美顔器、美顔器ね。美顔器、はい。あれは良かった。確かに買って。なかなか男で、まあ今一人で。そうです。あんまりないもんね。はい。そうですね。最初店員さんにスチーマー買いたいですって言ったら、うん、空気清浄機みたいな。ああ、俺もだからそっちだと思う。そっちだと思う。はい。やっぱそう思われる。そっちじゃないです。そっちじゃないです。顔の方やった。ああ、なるほどね。はい。え、俺何だったかな、買ったもん。いいもの買ったいや、もう5年前、覚えてないね。では、アントラーズが30周年なので、スタッフが、30周年にまつわるクイズを出してくれるみたいなので、みんなで考えて、全問正解。よし。行きましょう。よし。これは、簡単。これはイージーでしょ。俺練習着でつけてますから、今借りてるんで。じゃあ、21番。間違えない。これは、ね、間違えないです。簡単です。いいっすか？うん。右サイドバック。え？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 え、ボランチ？え？え？違う？え？サイドバックじゃないですか？左？いや、左？左？左っすか？え、右はやってないですか？あ、じゃあ、ボランチはもう一回、もう一回お願いします。もう一回、やばもう一回お願いします工作、工作え？え？え？アウトっすよね、もう。時代がね、相馬さんには多分怒られるはずです。すいません。サイドバックです。サイドバックって言えばよかった。そうだね。しくった。右って言わなきゃよかった。反省。練習中からもうどっちも蹴れるっめっちゃカバーしてくれる。左なんだ。うん、すいません。ちなみに93年、俺、生まれた年っす。おえ、じゃあ、わかりますいや、じゃあ、わかる。お前、じゃあ、わかります。すごいじゃん。誰だろう。え、じゃあヒントもらっていいですか？え？じゃあジーコさんだ。ジーコさんだ。まあまあ、ジーコさんです。それはもう。俺もそれだと思います。俺もそうだと思ってたよ。あ、マジ。はい。やべえ。ジーコさん。全然わかってねえよ、俺。え？奈良橋さん。奈良橋さん。あ、俺もな、え、なんかこの間聞いたよね。うん、なんか、
2番、2番っすよね。なんか2番って3人ぐらいしかまだつけたことない。そういうのを聞いた。で、1人ブラジル人だった。そう、なんだっけ？髪の毛も顔わかる俺。顔わかんない。俺顔もわかんない。なんかジョルジーニョみたいな名前ですね。あ、それじゃない？ジョルジーニョね。ああ、名前はわかります。あ、そう。そうじゃあ次は人生最大の喜びを教えてください。常からじゃあ。じゃあ、喜びは、大学3年時の、まあ3冠取ったっていう、まあ1年間の喜びじゃないですけど、まあ、全部の試合勝てた。タイトルね。はい、タイトル取れたっていうのは。なかなかできることじゃないもんね。そうですね、はい。そこに関われたのは喜びとして大きかったですね。いや、覚えてるよ。すごいなって。OB として。ありがとうございます。いや、もう本当に、それはもう OB が築き上げてきた歴史が。いや、まあね、そこはあるよね。はい。うん、本当に。本当にいろんなサポートがあったので、うん、本当に感謝してます。はい。同じですね。本当に。なんか、こんなに勝つことできるんだっていうぐらい、うん、なんか当たり前のように勝ってたっていう感じがあって、うん、それってすごい難しいじゃないですか。やっぱり、うん、なんか一試合負けたらそこから崩れちゃうとかもありますけど、うん、もう負けてもまた勝ち続けてっていう時もあったんで。まあ、強いチームって、そうだよね。うん、負けてもね。そうです、ね。次しっかり勝って、はい。俺は大学の時優勝してないから。シルバーコレクターって言われ続けてきて。はい、まあ準優勝はほんともう、何回あるんだろう。ほんと5回ぐらい、5、6回も何そのリーグ戦とか、大臣杯とか、全部その決勝とか、惜しくもみたいな感じだったから、大学はないけど、高校の時選手権優勝してるから、3年の時に。だからそれが一番嬉しかったかな。やっぱりタイトル取るって一番嬉しいよね。はい、そうですね。それまで、まあ、頑張ってきたことが形になってこう、はい、まあ、見えるっていうの、まあ、そこはやっぱり一番嬉しかったかな。取りたいですね。ね、今年絶対取りたいです。全部取って、はい、みんなで喜べる。そうですね。まあ、これから頑張っていきたいなと思います、はい、逆にじゃあ人生最大の失敗は。人生一番の黒歴史じゃないですけど、各進路先に行く入団会見で、うん、まあ本当に自分が何言ったか覚えてない。もう頭真っ白になってしまって。本当に喋るのなんか苦手な方じゃないんですけど。うん、それさ、考えないの？あ、みんな考えてたんですよ。だいたいさ、はい、そういうのってさ、一応頭の中でさ、そうですね、こういうの喋ろうみたいな、はい、思うじゃん、はい。一応それは考えたの？いや、全く考えてない。考えてないんだ。はい。それが。それ怖くない？それがダメでした。俺いけるって思ったんですよ。まあ別その場でいけるだろうっていう、はい。はい。自分の言葉でみたいな。そうですね。質問だったら返せたんですけど。まあそうだね。もう自分から発信する。発信だよね。ところは本当にもう。え、それじゃあもう入りってこと？入りからはもう。え、だからどうしたこいつみたいになりました。あ、本当に申し訳なかった。そういうことは面白いなって。はいはさ、覚えてないの？その常が何喋ってたかみたいな。え、なんかめっちゃ止まるんですよ。単語単語で切れるんですよ。で、なんか、どうしたんだろうと思って。ザーザーしてた。ザーザーしてました。みんな、なんか、でもみんな緊張してたんですよ。まあまあ、ね、みんな緊張してたんで、うん、まあ、あ、緊張なのかなとは思ってましたけど。いや、俺は、ちょっと心の中で笑ってました。すぐの後に言う人は楽だね。そうですね。うん、はい。いや、あれは、もう、やりたくない。やりたくない。はい。だって、十二です。はい。それ、みんな一気にやるの？そうですね。そうですね。12人一気に。はい。すごい多かった。めちゃくちゃ長くない？長かったっすね。そう、まあ、時間もだし。そうです。あの、一個言い訳として、うん、12人って結構異例みたいになって、うん、異例 でもそんな時間もないから、ほんと一言でいいよみたいな。うん、だから考えなくていいみたいな話だったんですよ、ね。そしたらもうみんな結構2分ぐらい喋るんですよ。1人。2分って言われてたよ。え？これ、いや、聞いてないです。じゃ2分以内で、簡単に、うん、もうほんとできるだけ本当に簡単にみたいな、ね。2分っては言われたんですけど、うん、でももっと短くていいみたいな。うん、そしてもうみんな2分超えるぐらい、もうしっかり、完璧に喋るんですよ。え、一番最初じゃなかったんですよ、ちなみに。あ、全然、5番目ぐらいですね。じゃあ、考えれたよね。そんだけ喋ってないと時間あるんだ、はい、まあ、似たようなこと言うじゃないのって。はい、そうです。そん中で詰まったんだ。はい。あれはめちゃくちゃ面白かったです。なかなかないね。はい。反省です。失敗。なんだろう。え、難しくないですか？うん。まあ、失敗し、私失敗しないのでタイプ。
いや、じゃあ、そんなことないですよ。いや、もうなんかしょっちゅう失敗しすぎて。失敗しすぎて。なんかもう最大の、最大値がないです。決めれないね。もうそういうこと。結構な失敗が多い。多いですね、もう。普段から。普段から、ね。はい。ちょっと抜けてるってことね、じゃあ。いや、まあよく言われますね。抜けてる。はい。抜けてます。抜けてる。はい。らしいっす。俺は、まあ去年、まあ、最近のこと言ったら去年、はい、車を、はい、あの、ディーラーのとこに、まあ、幕張になるんだけど、はい、持ってく点検みたいな感じで持ってって、はい、で出して、まあ、台車でこう家に、ね、帰ってくるって、はい、まあ、それだけのために本当幕張に行って、はい、でその時あのたまたま奥さん実家帰ってて、はい、家に俺だけで、で、まあ、台車乗って家に帰ったの、はい、そしたら鍵がなくて家の。え？はい。あれ？と思って。そしたらその、出した車の、はいはいはい、この、なんていうの、ポケットみたいなところに置き忘れて、はい、それでもう一回幕張行って、あそれが失敗っていうか、ね、もう本当、それ、メンタル的にも、しかもちょっと夕方、夜かかってて、暗くなってても、疲れますね。めちゃくちゃ気持ち的に、あーってなって、まあ、それが一番、ここ最近での、失敗っていうか、ね、うん、ショックな出来事だったかな。気をつけよう。まあ、今年はないよ、はい、夢を語ろう。夢。ある。まあ、まずそのプロになることが一つのまあ、はい、夢だったとは思うけど、まあ、まあ、結婚は一つ、やっぱしたいですね。夢？でもサッカーしか思いつかないですね。おぉ。サッカーこそ。サッカーこそっすね。でもファッションとか好きなわけじゃん。はい、まあ、車とかも多分好きでしょ。そうっすね。そういうのでないの？大好きじゃん。この車乗りたいとか、こういうブランドの服。行ってって。行ってって。いや、まあ確かに、うん、もうみんないい車乗ってるじゃないですか。まあまあまあ。うん、そう、だからそういう憧れもありますけど、こう自分が結果残さないと、うん、やっぱり、始まらないんで。本当に思ってる。こいつ嘘ついてますよ。でもそれはまあさ、結果残して、まあ変えるもんがあるよ。そうですね。だけどその、こういうのがいいなとかさ、残したとして。そう、残して、変えるようになったとして。え、でもなんかこう、穏やかに生活したいですね。将来的に。いや、こいつ嘘ついてる。被ってる。被ってる。猫被ってる。被ってる。被ってない、被ってない。被ってる。本当に。うわ。そうやって誘導してきた。被ってきた。本当に。怖っ。ないんだ。でもなんか、欲しいよね、一個ぐらい。はい。いや、はやもう何でも欲しいって言ってますよ。言ってるでしょ。はい。だから逆に。ルージュさんの車見て、かっこいいなぁ。欲しいなぁ。かっこいいっすよ。言ってますよ。本当に。ないんだ。そうっすね。サッカーだったらもう本当に、試合出て。ちなみに、サッカーなんだ。夢？ああ。試合出て、うん、日本代表とかになって、ワールドカップとか出たいっすね。まあ、そうなんだ、サッカーね。そうっすね。俺、夢か。先にリュウジさんの聞いとけばよかった。まあでも、サッカーで言ったら、やっぱ優勝、夢っていうか、あの、優勝したいね、やっぱ。タイトル。うん、タイトル。まず J リーグ優勝してみたいです。優勝してみたいね。うん。どの、うん、全部取りたいし。うん、そうですね。まあやっぱリーグはね、一つ、そうですね。一年間通して。そうですね。やっぱそれが難しいですもん。一、うん、年間本当勝ち続けるっていうことが。うん、まあサッカーだとね、その優勝。はいはするためにこのクラブに来たし、そうですね、うん、できるメンバーもいるしチームだから、まあ、そこはねみんなで勝ち取るもんだけど。リクシルスポーツザ・セッション、次回もお楽しみに。